曲さん
んの方が発見されてるんじゃないかと。僕は全然ですよ。もう一応チャンネル2つあるんですけど、メインがその美容のメインのチャンネルになって、もう一個の方やっぱアーティストの方のチャンネル開設したら、こっちは50万人登録者数より、やっぱこっちは2万人ぐらいしかいなくて、あこんなに差があるんだなとか思って、で実際やっぱ足を運んでくる人はそういうのも何十分の1とかになるから、あどうやったらこれ足を運んでもらえるかなんだろうと、もうずっと悩んでます、僕も。ですよね。アーティストの方で意識されていること、ライブをパフォーマンスするのでやられて、はい、あそうですね、実は今年になってからようやくインストアとかたくさん回るようになりまして、去年まではやっぱ YouTuber がメインになりながら、曲を出した時に3ヶ月だけちょっとカムバ活動みたいな感じでライブ出させていただいたりとか、ちょっと感じだったんですけど、今年いっぱい出させてもらう中でいろんなアーティストさんを見ると、本当に巻き込む上手な方が多いので、確かにそこをすごい見て盗もう盗もうっていうのはすごい意識してて、ようやくそれが最近ちょっとできるようになってきたかなっていうのはありますね。 150% の元気を出して予約ファンの人が80ぐらいまでこう盛り上げてくれるからっていうのがあったんで、あ本当に100でも足りないんだなっていうのはすごい最近実感しますね。やっぱライブとかだとお客さんとアーティスト側と両方で一つのなんかこう空間を作るっていうすごいイメージがあって、いくらこの技術が高くてもお客さんを置いてきぼりにしてしまったらダメですもんね。いやめっちゃ最近思います、はい、はい、個人的にすごい気になるんですけど、はい、お休みの日は、はい、何をするんですか。えデート誘おうとしてます急にお休みの日そうですね、お休みの日結構お家でいることが多くて、あ僕掃除が趣味です。待ってやってほしい。なんで本当3ヶ月に1回ぐらいでクス掛けします。それが床に反射してるのを見て、うん、すごい待って反射だけだとピカピカ。あそうですね、までやりますね。キクさん今後のなんか新たなプロジェクトとか今挑戦していることとか。実は今年3月に初めて K-POP のシングル出したんですね。それが元 SM で楽曲を見た方がフリーになって、その方に14曲集めてもらって、その中から1曲選んだのがワンツナイトの曲。レコーディングもまさに全部韓国でさせてもらったんですけど、次はもしできたら振り付けももう韓国でとか、まあ、MV も、まあ、全部向こうで撮ることが難しいと思うんで、せめてなんかちょっと一部分とかダンスバージョンだけでも韓国で撮れたらいいなと思って、頭から前は全部韓国でできた K-POP をちょっと逆にみたいにできたらいいなとは思ってますね。わーすごい。ということでチェゴが12月12日 ZEP 新宿でワンマンライブします。今まで培ってきた全てのものを出し切る一日、最高到達点に達する一日になるので、ぜひ皆さん12月12日お越しください。今回すごく演出にもこだわっていて、私たちがずっとやりたかった憧れていた演出をやるので、よかったらぜひ12月12日ZEP新宿でお待ちしております。今回いろんな方を巻き込んで最高な一日にしたいと思い、ゲスト様もたくさんお迎えさせていただいております。今回はたくさんでございます。ZEP新宿でチェゴさんのライブ最高到達戦に、より来れる僕も少しでも足しにできるように頑張りますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今回は本当にコラボありがとうございました。ありがとうございました。概要欄にキョクさんの YouTube チャンネル、そして ZEP 新宿のチケットも貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上チェゴとキョクでした。ありがとう。